今回は、鳩田隆のよりすぐりの短編を朗読します。左手の窓に緩い円錐形の富士山が見えた。山頂こそ雪に覆われているが、裾野はところどころ若緑の色を映し、すでに春の気配をはっきりと伝えている。飛行機は羽田から小松まで、シートは満席に近かった。私の席は前方のドアのすぐ脇。その女を見たのはこの時が最初だった。左手に富士山が見えますとスチュアーデスのアナウンスメントを聞いて、女は立ち上がったのだろう。出入り口の窓に顔を寄せて外を眺めている。若い人かと思った。赤を基調とした華やかな色彩の衣装のせいだったろう。だが横顔はそれほど若くはない。40に近い年齢、いやもう少し上かな。私はわけもなくかすかな違和感を覚えた。女はハンドバッグの中から細い紙の筒のようなものを取り出し窓辺に添える。その動作も普通ではない。何をしてんのかな。頭の片隅でそう思った。女は祈っているようにも見えた。とはいえ、私も女の仕草をそう長く観察していたわけではない。女も間もなく自分の席へ戻ったのだろう。すぐに忘れてしまった。スチュアーデスが紅茶のサービスに回ってきた。小松までの飛行時間はほんの1時間ほど。スチュアーデスはなかなか忙しい。私の趣味は絵を描くこと。本当は画家になりたかったのだが、才能は足りなかった。今はサラリーマンを続けながら暇を見つけて油絵を描き続けている。アマチュアとしてはまあレベルの高い方だろう。小規模の展覧会なら何度か入選している。稀には絵が売れることもある。北陸へ行くのも越前岬の海を見るためだった。一昨年の春、越前海岸を旅して何枚かの油絵を描いた。だが半分は未完成のまま。その中の一枚を急に仕上げたくなった。こんな時には遠からず他の数枚にも手を入れたくなる。旅の時に写した写真を眺めたが、もう一つピンとこない。もう一度見なくっちゃ。絵を描くことはまず対象をしっかり見据えるところから始まる。どんなにデフォルメされた絵だってこの原則に変わりはない。冬が過ぎるのを待って2日間の休暇を取った。他の海でも良さそうなものだが、やっぱり気分としては同じ海を見る方がいい。海の色はもちろんのこと、雲の色も岩肌の色もみんな土地によって少しずつ違っている。そんな気がする。アマチュアにしてはちょっと贅沢な方法かもしれないが、私にはこれ以外に楽しみがない。何枚かの絵を仕上げるためにいささかの費用をかけて旅に出ることも許されていいだろう。それがなければ生きている甲斐がない。小松空港に着陸し、レンタカーを借りて東尋坊から越前岬まで走った。
東尋坊は俗家が甚だしい。荒さが特徴の北陸海岸が俗家してしまっては取り柄がない。会社の同僚に旅行好きの男がいて、彼の言によれば日本の三大ダメ名所というのがあるねん。なんだそれ。行ってがっかりする名所だ。どこ？一に高知の播磨屋橋、二に越前の東尋坊、三しがなくて、五に札幌の時計台。ご当地ではそれぞれ言い分もあろうけれど、指摘されてみればうなずけるところも多い。なるほど。しかし他にもあるんじゃないかな、ひどいのが。まあな。そんな会話を思い出してしまう。それでも東尋坊を離れるにつれ、荒涼とした北陸の海が開ける。雲もどんよりと灰色に垂れて海の果てを隠している。この風景は人間の目を通り抜けて直に脳みそに響く。哲学的でさえある。私は風景を肉眼で確かめ、何枚かのデッサンを描いた。ほとんど人の姿もない。しばらくはそうだった。だが小高い断崖に登ると、一つ向こうの岩に赤の色が見え隠れしている。なんだろう。近づくにつれ女の姿らしいと分かった。見るからにこの土地の人ではない。女の一人旅。しかし危険だな。女は岩場を揺れるように歩いている。時折踏みとどまって海を見つめている。あのままポーンと飛び降りたら、女の様子も周囲の風景もそんな想像にこそふさわしい。私は足を早めた。岩場を降り、岩場を登った。危ないですよ。声が届くほどの距離まで近づいて呼びかけた。その声も風に飛ぶ。それでも何かしら女の耳に響くものがあったのだろう。ゆっくりとこちらを向き、私の姿を認めた。何か答えたらしいが、それは聞こえない。岩場のくぼみを越え、女と同じ岩に立った。お一人ですか？ええ。顔を見て、あ、飛行機の中で富士山を見ていた人だな、と分かった。マフラーの色にも見覚えがある。女はこの時も紙の包みを持っていた。半紙を細く巻いたような。それをポケットに収めながら、お一人ですか？同じ質問を返す。ええ、絵を描きにね。スケッチブックを叩いて示した。風の方向にスケッチブックの広い面が向くと、よろけるほどの風圧がかかる。女の髪が強い風になびいている。羨ましいわ。何が？絵が描ける人。そうかな。誰でも描けるんじゃないですか？そんなことないわ。一言一言大きな声で叫ばなければいけない。話しながら女の素性を考えた。東京のキャリアウーマン、仕事を持っているハイミス、時折一人旅を楽しむ。だが何かしら心に引っかかるものがある。エビ茶色に近い桃色のコート、グリーンの地に赤いストライプのマフラー。それだけでもかなり華やかな色調だが、それ以上にハイヒールの色が変わっている。汚れのないグリーン、都会でもこれを履く人は珍しい。決して見ない色ではないけれど、ホステスとかモデルとか、
特別な職業の人が履く、あるいは特別なおしゃれをした時に履く。違うだろうか。少なくとも岩場を歩くのにふさわしい靴ではない。色ばかりではなく、ハイヒール自体が適さない。特殊な配色を好む人は、多くの場合、特殊な性格の持ち主だ。それにこんなところに一人でいて、遠目で見た様子もどこかおかしかった。女は危ないところばかり見ていたのではないか。なんでいらしたんですか。女は質問の意味がすぐにはわからなかったらしい。なんでにはワイとハウの意味がある。私はすぐに付け加えた。ここへは車で？バスが通っているかもしれないが、本数は限られているだろう。ええ、タクシーで。ああ、多分そうだろう。それは予測したことだ。私が聞きたかったのは、むしろ帰り道の方。道路に車を待たせてあるようには見えない。この近くの宿に泊まるのだろうか。それにしてもやっぱりかなり歩かなくてはいけない。どうも釈然としない。今晩のお泊まりは？ついつい立ち入ったことを尋ねる気になってしまう。女は視線を海と雲の果てに向け、市内にしようかしら。福井のホテルを取ってあるんですけど。頼りない調子で言う。帰りはどうします？福井へは？バスかなんかあるんじゃないですか？道に出れば。あるでしょうけど。ヒッチハイクでもしようかしら。と笑う。死にに来たんじゃあるまいか。想像はどうしても良くない方角へ向いてしまう。女の様子はそれに一番ふさわしい。どれほど本気かわからない。だが少なくともそれを考えてここまで来た。この想像にはほとんど狂いがあるまい。私はそう思った。初めてここは。話しかけて気を紛らしてやるのが得策だろう。いいえ、前に。そう、じゃあ知ってるわけだ、この辺を。ええ、まあ。でも、なんで一人ぽっちなんですか。わざわざ寂しいところを選んで。私ももう50歳に近い。人並みの分別はある。自殺を感じて放っておくわけにもいかなかった。なんとなく。思い出があるものですから。女は照れるように笑った。それからはしばらくこの周辺の風物について話し合った。水仙のこと、越前狩りのこと、朝倉氏の遺跡のこと。だが女はあまり事情に通じてはいなかった。どうします？春とはいえ海風は冷たい。女の方が紫の色を帯びている。私の顔色も灰色にくすんでいるだろう。はい。私はぼつぼつ帰りますけど。絵はもういいんですか？もう今日はいいんです。明日晴れていたらもう一度。じゃあ私も。女はきびすを返す。福井へ行くんならご一緒にどうです？一人残していくのは気がかりだ。女の表情が緩んだ。よろしいんですか？ええ。なんだか悪いみたい。構いません。途中で寄るところがありますけど。
少しぶっきらぼうに告げて道路の方へ歩き始めた。相手は女の一人旅。あまり親切にするのは誤解を招く。女は心もとない足取りでついてくる。岩場から道へ移るとき、女は海を振り返って目をしわたたくようにして遠い視線を送った。その仕草も意味ありげに映る。この先に峠村があるんですよ。女を助手席に乗せ走り出したところで私は説明をした。は？女は考え事をしていたらしい。驚いたように顔を上げる。いや、越前焼きを作っている集落があって陶芸館もあるらしいんですよ。焼き物あんまり興味ありませんか？焼き物って皿とか茶碗とか？そう、壺や花瓶も。あ、好きです。でもあまり知らないから。越前焼き、あ、備前焼きによく似ていて友人がいくつか持ってて見せてもらったんだけど悪くなかったな。そうなんですか。どんな焼き物が好きですか？いろいろ。女は答えにならない答えを言う。道路工事の渋滞を通り抜けたところで尋ねた。お仕事は？お仕事はお持ちなんでしょ？建設会社の資料室に勤めてますの。ずっと、もう20年も。お一人ですか？え？ええ。ご両親は？ついつい戸籍調べをしてみたくなってしまう。もう死にましたわ。じゃあ優雅な一人暮らし。そうならいいんですけど。女は言葉尻を飲み込む。華やかに着飾っているのは寂しさを覆い隠すためかもしれない。もう慣れてはいるだろうけれど、この年齢の女が一人で暮らしていて寂しくないはずがない。企業の資料室は、まあ一般的に言えばあまり日の当たるところではない。そこに20年も勤めて、まあ生活の心配はないのだろうけれど、心の中には檻のようにうっせきするものがあるだろう。貯金はあきっとある。それが楽しみだったりして。ペットを飼ってんのかな？恋人はいないのだろうか？私はぼんやりと思い浮かべた。けなげではあるが喜びの少ない生活を想像した。北国の冬のように灰色を帯びた毎日。違うだろうか？名前を聞いてなかった。本当、津田松子です。覚えやすい。どうしてですか？言われたことない？津田塾の創立者、確か津田梅子っていうんじゃなかったかな。そうなんですか。案の定交際の広い人ではなさそうだ。津田梅子はそれなりに世間に名前を知られた人だ。津田松子と津田梅子は簡単につながる。にもかかわらずそのことを誰にも指摘されずに何十年を生きてきた。そのことは取りも直さず彼女の生活の一端を伝えている。でも好きじゃないんです、この名前。どうして？古臭くて。それになんだか待ってばっかりいるみたいで。なるほど。でも人間はいつでも何かしら待って生きているものらしいですよ。ええ。一旦うなずいてから、
もう待つことなんかないわと少し捨て橋な調子で言う。こんな時の声は冬の風のように冷たい。さっき遠い断崖を歩いていた姿がふっと私の心をよぎった。そんなこともないでしょう。突然クックックッと笑い出す。何がおかしいのかまるでわからない発作みたいな笑い。どうしました？私変でしょ？別に。おそらく感情の起伏の激しい人なのだろう。喋っていたかと思うと急に黙り込んでしまう。私はハンドルを握っているからそう細かく表情を探るわけにはいかないが、言葉が途切れた後ふと気がつくと、まるで深い穴にでも落ち込んだみたいに思い詰めているかと思うと、わけもなく笑い出す。ここですな。ほとんど迷うこともなく陶芸館に到着した。はい。少し付き合ってください。興味はないかもしれないけど。いえ、見たいです。福井県陶芸館、建てられてからそうまだ長い年月は経っていないらしい。周囲に広々と敷地を取り、陶芸館は古さと新しさを折衷したような作りである。入り口の付近ではセメントを流して何やら池のようなものを作っている。女はそれを真剣な表情で見つめている。さあ入りましょう。私もとりわけ焼き物に詳しいわけではない。むしろ美術館とか博物館とかが好きなのだ。それも混雑していない時、取り留めのない想像を抱きながらほとんど人気のない空間を歩き回る。無双から現実に意識を戻して視線を伸ばすと、そこに名画や名品が立っている、座っている。その一瞬が好ましい。旅に出た時は大抵土地の美術館や博物館を訪ねる。越前岬を見た帰り道に陶芸館に立ち寄ったのもこうした習慣の一つだった。この壺と女が指を指す。何か見出したみたいに目が輝いている。高さ70-80センチぐらいの粗い焼き物。人間の頭が入るほど口が大きく、駒のように肩が膨らんでいる。花瓶などによくある形だ。ん？これ高いのかしら？そりゃ高いよ。でもこんなにいいのじゃなく、欲しいわ。どうする？あの、うちに置くの。大邸宅だな。そうじゃないけど、やっぱりこのくらい大きい方がいいでしょ。それは言えるかもしれない。肌の粗い感じの焼き物は大きい方が迫力がある。まあね、そういえばどっかで見たな、こんなのに霞草をパーッと生けて、その中にいろんな花を散らして。あ、そう、銀座のビルのウィンドウだった。とても豪華な感じだったよ。綺麗でしょうね。ああ、しかし花代が大変だ。とても家庭で飾る代物ではない。館内を一めぐりし薄茶を飲んだ。ここでは陶芸教室をやっているらしい。
もう閉館の時間も近い。福井市内に着く頃には空はすっかり暗くなっているだろう。行きましょうか。はい。再び女は助手席に座った。今夜の泊まりは？F ホテルにします。あ、そう。そのホテルなら知っている。以前に私も泊まったことがある。私の泊まるホテルからも近い。いつお帰りですか、東京へ。今度は女が訪ねた。明日の最終便です。私もそれで帰ろうかしら。切符があるかな。あるんじゃないかしら。また灰色の気配が流れる。女は帰りの便も考えずに、あの寂しい海を眺めていたらしい。どこかに安い骨董屋さんないかしら。ホテルの近くに古道具屋があったな。ガラクタに近いものを売っていた。本当ですか。そこへ行けばさっきみたいな壺あるかしら。あるかもしらん。割とポピュラーな形だから。欲しいわ。どの辺でしょう。じゃあ夕食を食べがてら案内しましょうか。決して横島な野心があったわけではない。率直に言って女は私の好みのタイプではなかった。若作りも気に入らないし、病的な部分を持っているような感じもある。誘いかけたのは彼女の背後に漂っている灰色のものへの好奇心からだった。私の人の良さかもしれない。それに一人旅の夜は退屈なものだ。多少の暇つぶしにはなるだろう。いつお帰りですか、東京へ。今度は女が訪ねた。明日の最終便です。私もそれで帰ろうかしら。切符はあるかな。あるんじゃないかしら。また灰色の気配が流れる。女は帰りの便も考えずに、あの寂しい海を眺めていたらしい。どこかに安い骨董屋さんないかしら。ホテルの近くに古道具屋があったな。ガラクタに近いものを売っていた。本当ですか。そこへ行けばさっきみたいな壺あるかしら。あるかもしらん。割とポピュラーな形だから。欲しいわ。どの辺でしょう。じゃあ夕食を食べがてら案内しましょうか。決して横島な野心があったわけではない。率直に言って女は私の好みのタイプではなかった。若作りも気に入らないし、病的な部分を持っているような感じもある。誘いかけたのは彼女の背後に漂っている灰色のものへの好奇心からだった。私の人の良さかもしれない。それに一人旅の夜は退屈なものだ。多少の暇つぶしにはなるだろう。一旦彼女を F ホテルの前で降ろし、6時半にまた迎えに来る約束をした。車の窓から覗くとホテルの前に立って手を振っている。親切が過ぎたかな。危ういところのある人だ。あまり親切にするのはどちらにとっても良いことではないかもしれない。思うともなくそんなことを考えた。うどん屋で熱い鍋焼きうどんを食べた後、骨董屋を探した。日本中を旅すると
うどん県とそば県があるでしょ。あ、そうなんですか。あ、どこへ行ってもうどんもそばもあるけど、主にうどんを食べる県とそばを食べる県とに分かれる。ここはうどん県じゃないかな。どうりで美味しかったわ。あなた自身はどうです。うどん人間ですか、そば人間ですか。どっちかといえばおうどんの方が好き。話しているうちに目指す骨董店に着いた。あった。彼女は振り返って指を指す。店の前にさっき陶芸館で見たのと似通った壺が置いてある。こちらの方が一回り大きいかもしれない。これいただくわ。本気？本気よ。どうして？いや、ただ、だって素敵ですもの。あまり欲しそうな顔しちゃいけない。私が交渉してあげる。しかし彼女の顔にはこれ買いますと書いてあったに違いない。骨董屋は大して値引きをしてくれなかった。持って帰るつもり？そうよ。大きいね。飛行機大丈夫かな。特別に料金を出せばいいんじゃないかしら。そうだろうな。じゃあ私も一つ買おうか。私が選んだのはもっと小ぶりでもっと安い。小さなアトリエだがこんな壺があってもいいだろう。大と小との壺を頑丈に包装してもらった。台の方は女が持つにしてはちょっと重い。あ、持ってあげよう。すみません。じゃあ私がそっちを。と小の方を取る。女はひどく嬉しそうだ。少しはしゃいでいる。よほどこの買い物が気に入ったらしい。せめてコーヒーくらいごちそうさせてくださいな。いいよ、ちょうど飲みたかった。喫茶店はどの町にもある。古いシャンソンの鳴っている店だった。奥の席に腰掛け、ウェイトレスが立ち去るのを待っておもむろに尋ねた。何しに来たの？何でしょう。こんな寂しい海岸まで何をしに来たのか。それを不思議に思って。ああ、そのこと。女の顔が笑いから緊張に変わり、また薄い笑いに戻った。私の想像は。しかしその言葉より先に女がポケットから紙の包みを取り出した。開くと中から短い紙の束が現れた。私の想像は違っていたらしい。女は目を伏せてつぶやく。私この人といろんなとこへ行ったんです。そうたくさんじゃないけど、万代高原とか志摩半島とか。ここもそうなんですの。亡くなったんですね。ええ。ご主人ですか？いいえ、一緒に暮らしていましたけど。それが彼女の一番大好きな人、一番素晴らしい時代だった。素敵な話ですね。思い出だけが決して現実に侵されない世界だった。そんな説もあるから。いろいろ話しかけながら歩きますのよ、この髪の毛に。飛行機の中でも見ましたよ。窓のところで富士山を見せていた。いやだわ、ご覧になったの？あの時はなんだかわからなかったけど、なんか話しかけているみたいだった。ええ、この前も富士山の上を通ったんです。ちょうど窓際の席で火口がよく見えたわ。飛行機の上からあんなに綺麗な景色を見たの初めて。
4月の初めだったんですけど、とってもお天気が良くって暖かい日で、海なんか足を入れたくなるくらいだったんですよ。水は冷たかったけど、平らな岩場のところで彼ったらサザエを取るとかカニを見つけるとか張り切ってたのに全然取れなくて、そのうちにひっくり返っちゃってずぶ濡れになったの。二人とも泳げないんだから、もう大きな波が来たらもう大変。歌うようにつぶやく。今日もそんな風景を思い出しながら岩場をさまよっていたのだろうか。女の話はそれからもしばらく続いた。話の途切れるのを恐れるようにいろいろな思い出を語った。喫茶店からホテルに帰る道筋も女は饒舌だった。確かに言葉が途絶えると女は怯えるような様子に変わる。横顔を見ている私の方が怖いなあ、そう感じるほど思いを一点に集めている顔つきだった。さよなら。ホテルの前で別れた。大丈夫かなあ。不安がなかったわけではない。しかし旅の行きずりに出会った者同士ではないか。これ以上親しくするのもおかしなものだ。お世話になりました。あ、これ。大きな壺の包みを渡すと、女は大仰に笑って小さな包みを返した。その笑顔を見て私は少し安らいだ。こんなお土産を買うくらいなら大丈夫だろうと考えた。まさか自殺をすることなどあるまい。翌日は一人で和紙の里を巡り、越前和紙の作られる工程を見学した。午後になって晴れるのを見て、もう一度越前海岸に車を走らせて光の中の風景を眺め、スケッチを描き写真を撮った。最終便の時刻に合わせて小松空港へ着くと、大きな紙包みをぶら下げた女がカウンターに立っているのがすぐ目に入った。あ、よかった。当然のことだ。人間はそう滅多に死んだりするものではない。切符は手に入ったの？ええ、昨日ホテルで予約を取ってもらって。そう、今日はどうしてた？永平寺に行って市内を少し歩いて、前に彼と一緒に行ったところですから。なるほど。今日も一日理髪に話しかけながら歩いたのだろう。最終便は空いていた。並んで席を取った。女は窓際の席に腰掛け、紙包みを取り出して夜景を見せている。何かしら光栄でつぶやいている。そのうちに私の方を向いて、また休暇を取って昔訪ねたところに行きますわ。島へ行った時はキスを釣りましたの。餌が気持ち悪いでしょ、ミミズみたいで。だから彼につけてもらうの。でも海の中に入れるとすぐに釣れちゃって、魚を針から外すのも嫌だし、彼にやってもらって、それから餌をつけてもらって海に入れるとまた釣れちゃう。彼の方は全然魚釣りができないの。何かに疲れたように話すのは昨夜と同じだった。二人とも少し眠った。目を覚ますともう着陸も近い。
昨日岩場で見た時、え、この人死ぬんじゃないかと思ったよ。悪いけどそんな風に見えた。ああ、やっぱり。女は曖昧な動作で首を振った。やっぱりの意味がよくわからない。常識的に考えれば、私はそのつもりだったからやっぱりわかったんですね、ということだろう。だが考えようによっては、あなた私のことをなんだか意味ありげな目で見てらしたけど、やっぱりそんなこと考えてらしたのね、とも取れる。これを問いたたさないうちに飛行機は着陸し、女は身の回りを整え始める。家はどこ？入船町です。あんな、私は川向こうだ。ご家族は？女房だけ、子供はいない。お寂しいのね。まあね。仲よろしいんでしょ？そんなことはないよ。妻は勝手なことをやっている。私の絵には全く理解がない。可もなく不可もない夫婦。越前ガニを買ったので、私もラゲージベルトの回転を待たなければいけない。ショーの壺も預けた。彼女には大の壺がある。モノレールで浜松町まで行き、タクシーに相乗りして、結局彼女のマンションの戸口まで荷物を運んでやった。人がいいな、そう思いながら。女の住まいは古い造りのマンション。ドアの中から香の匂いが漏れてくる。好きなの？その匂いを嗅ぎながら私は尋ねた。ええ。この時もかすかな違和感を覚えた。さよなら。本当にいろいろとありがとうございました。ドアが閉じた。違和感の原因は何だったのか。女の態度、しかしこれはあまりにも漠然としている。特におかしなところはなかった。あ、そうか、香を焚くくらいの人ならきっと焼き物に関心があるだろう。女は備前焼きさえもよく知らない風だった。違うかな。でも結局女は壺を買った。よほど気に入ったらしい。目が輝いていた。私は首を振りながら待たしてある車に戻った。たまたま旅先で巡り合った女、少し変わっている。しかしもう二度と会うことはないな。この直感は当たっていたと言うべきだろう。私はすぐにその女のことを忘れた。そのまま三年余りの年月が流れた。テレビの画面に映った顔を見て、おや？と思った。見覚えがある。そうか、津田松子とかいう女。テロップにもその名前が映った。名前の後ろに43と記してあるのは彼女の年齢だろう。何をしたのかな。妻はどこかへ出ているらしい。私はテレビの前に座り込んだ。ワイドショーのような番組、事件経過を丹念に追っている。画面の中のテープレコーダーから聞き覚えのある声が流れてきた。歌うように喋っている。方針の気配がある。
で越前海岸へ行きました。彼と初めて行った旅先がそこでしたから、素晴らしい旅でしたわ。彼の遺髪と一緒に岩場を歩きましたの。いつかと同じように話し合いながら、その後海へ入るつもりだったけど、でもなかなか死ぬことができない。今日はやめよう、明日もう一度ここに来よう。本当にそう思ったんです。あと一日だけ。でも福井へ戻る途中で陶芸館へ寄って少し気持ちが変わりました。やっぱり死ぬことが怖かったのね。彼は私にとても楽しい思い出を与えてくれたけど、最後は私を裏切ろうとしたわ。私を捨てようとしたんです。他に好きな人を作って、許せない。それはもう随分手ひどい仕打ちでした。私をとことん利用して、あの人のために死んではつまらない。私はやっぱり生き続けよう。良い思い出だけを抱いて彼と一緒に訪ねた街を歩こう。美味しいことだけを思い出して生きよう。私が死ぬことはない、そう思ったんです。福井の骨董屋さんで大きな壺を見つけました。越前焼きだそうです。焼き物のことは分かりません。まさか警察で語ったことの録音ではあるまい。あらかじめ彼女はこんなテープを用意しておいたのだろうか。どうもそうらしい。テレビ局がそれを入手した。うちに帰ると物音一つしません。一瞬彼がどこかへ行ってしまったのかしら、そんな恐怖を覚えました。でもそんなはずはありません。彼はいました。布団の中で眠っていました。香をいっぱいに焚き込めておいたんですが、頬に顔を近づけるともう臭い匂いが立ち始めていました。辛かったけど仕方がない。お風呂場に連れて行き、痛いの？そう尋ねながら夜通し仕事を続けました。翌日スーパーでセメントを買い、ドロドロに溶いて越前焼きの壺の中に流し込みました。たくさんの体と一緒に。手元に残ったのは髪の毛だけです。その髪の毛を持って磐梯高原に行きました。志摩半島にも行きました。どちらもとても楽しい旅でした。志摩半島ではキス釣りの船を出してもらって。画面の中の腕がスイッチを切り、テープの声はそのあたりで終わった。キャスターらしい男女がマイクを潜めて話をつなぐ。マツコのマンションに空き巣狙いが入って壺を叩き割ったんですね。大切なものが隠してあるんじゃないかと思って。そうしたらなんとなく怪しいってわかるのかしら。わかるんじゃないですか。気弱そうな男の写真が画面に映った。この人が彼だったのだろう。事件が発覚したらしいと知って、マツコは逃げたんですね。番組にテープを送って。津田マツコは今なお逃亡中らしい。警察は行方を探している。テレビ局に告白を送ったのは、どういう心境だったのか。今度は
本当に死ぬつもりだな。行く先はおそらく彼と一緒に訪ねた土地のどこかだろう。越前と万代と島と、それからどこだったろう。私は薄い記憶をたぐったが何も思い出せない。脳裏によみがえってくるのは、陶芸館で大きな壺を見ていた時の彼女の眼差し。輝いていた。あの時どんなイメージが彼女の目の奥に去来していたのか。人間の心にはどんな恐ろしい思案が潜んでいるかわからない。私は棚の上の越前焼きを見た。あの時一緒に買った壺だ。彼女のものより少し小ぶりの壺。ただいま。妻が帰ってきた。このところ夫婦の仲はあんまり芳しくない。私の妻は小柄の方である。今回の朗読はいかがでしたか？それではまた次回お楽しみに。